4月1日から藤井貴彦アナウンサーがメインキャスターを務める日本テレビ系夜の報道番組ニュースゼロ月記号11時金曜あと11時30分では月曜の桜井翔キャスターに加え新パートナー3人を迎えることが16日発表された。俳優の春が火曜、板垣李光人が水曜、シシドカフカが木曜日を担当する。同番組では夜遅い時間でもライブ映像を大切に速報や今見たいにこだわる。あなたのプラスにを新たなコンセプトに前向きなきっかけを届けられる番組を目指す。同番組プロデューサー田口舞氏はパートナーの皆様にはニュースを見て感じた疑問や怒り、驚き、悲しみといった率直な受け止めをシェアしていただき、ニュースゼロを見てくださる方々とニュースをつなぐ存在になっていただければと思っています。と期待。ニュースを見るのが少し苦手という方にもパートナーの方を通じて興味、共感を持っていただけたら幸いですとした。